皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はモノクロームベビウス時の大化のファミ通紹介をしていきたいと思います。謎の国アーバンシュランへの旅路で体験する出会いと別れ。春、キャラクターボイスは刀根健太郎さんです。喋って動く謎のぬいぐるみで遺跡の奥深くで眠っていましたが、シューニャの面倒を見るためにオシトルたちの仲間になります。時折人形離れした行動力を見せます。パシュパクル、キャラクターボイスは菅生隆之さんです。オシトルとネコネの父親で武人としての義を重んじている、厳格ですが優しい人物です。かつて大国ヤマトの同心でしたが、役目の最中に命を落としたとされていました。村雨、キャラクターボイスは皆川純子さんです。いつもの大使でありヤマト発注省の一人ですが、とある理由からその存在は公にされていません。礼節を重んじる武人であり、娘の宗近を厳格に育て上げました。シャンキューラ、キャラクターボイスは井上菊子さんです。アーバッシュランにおいて強行のことを示す継承で、威厳と知性を称える女性で畏怖の対象でもあります。伝承を尊重する一方、民の案じて貧しい村々を視察しています。マヤカウア、キャラクターボイスは池田修一さんです。教皇に仕える黒装束、黒仮面の男で、手下を率いて逃亡を企てたシューニャとパシュパクルを追い詰めました。常に冷静で物腰穏やかですが、その内面は計り知れません。地図にない謎の国アーバッシュラン、地図に載っていないことから謎の国と呼ばれています。オシトルが偶然出会ったシューニャや亡くなったと言われていたパシュパクルはアーバッシュランと関係がある模様です。大国ヤマト、帝によって統治されている大国で、公や豪族が治める複数の属国によって構成されていて、帝から位を与えられた発注省たちが国や帝を守護しています。主人公のオシトルは大国ヤマトに属する辺境の国エンナカムイで母と妹の3人で暮らしていました。というわけで今回はこの辺で、モノクロームメビウス時の大化のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。